青山ただし青山ただし明治31年11月22日は明治時代の内務官僚家族貴族院議員通称小三郎越前国に生まれる福井藩の藩校明道館で教鞭を取り藩主松平重明の自得になった文久元年に藩より殻太の調査の命を受けた仙台藩主 松平義長に認められ、国事を司る。そして、新政府において慶応4年2月、三与職内国事務局判事となり、同年うる4月に京都府判事となった。明治2年7月15日東京府県第三次となり、10月19日15位に除される。同年11月に東京府第三次なるが辞任。 再び、明治3年7月18日東京府大三事に任命され、明治4年1月15日岩花県知事となる。同年10月、群馬県県知事。明治6年11月奈良県令。明治7年1月司法大、進む。明治10年1月司法大初期間。明治19年2月25日秋田県令を務めた。そして、その功績により、 明治20年5月24日に男爵に除任された。明治22年11月元老院議官に再任され、明治23年7月には貴族院議員となり、同年10月20日、近景官志向となる。明治31年に73歳で没した。ありがとうございます。